それでは次にペンギン館に行ってみたいと思います。ここがペンギン館です。空飛ぶペンギン見れるでしょうか。こんにちは。はい。さあ、空飛ぶペンギン見れるでしょうか。空飛ぶペンギン見えません。なんとペンギンいません。初めてペンギンがいない。これはびっくり。なんとペンギンが泳いでいませんでした。外に行ってみましょう。場所に集まってます。空飛ぶペンギンは見れませんでした。